水族館のショーといって思い出す生き物の一つがイルカ。5、6メートルもジャンプしちゃうよね。でもイルカってなんであんなに高くジャンプできるんだろう。それは尾の筋肉がすごく発達してるから。この尾で水を力強くかいて速く泳いだり高くジャンプするんだ。そしてこの流線形の体にも秘密がある。水の抵抗を受けにくいから水中から空中へ素早くジャンプすることができるんだ。仲間に合図を送ったり追いかけてる魚を驚かせるためにジャンプをすることもあるよ。海では高くではなくてより遠くに飛ぶように低く前に飛ぶことが多いよ。今日も見てくれてありがとう。またね。バイバーイ。